え、もう一回教えて。量子生物学と DNA の関係。量子生物学と DNA の関係についてもう少し詳しく説明しますね。DNA の分子構造には塩基体が水素結合でつながっている部分があります。ここで量子トンネリングと呼ばれる現象が起こることがあります。これは塩基の間でプロトンがトンネル効果によって移動する現象です。このような量子レベルの現象が DNA の突然変異や修復に影響を与える可能性が研究されています。例えばどういう可能性があるんですか？具体的には DNA の突然変異の一部はこの量子トンネリングによって引き起こされる可能性があります。通常では起こりにくい塩基体の変化が量子トンネリングによって突然発生することがあるんです。これが突然変異の一因となり、進化のプロセスや遺伝的多様性に影響を与える可能性があるんですよ。また、この現象は DNA の修復メカニズムにも関係していて、細胞がどのようにして DNA。量子トンネリング効果って数式この的にはどう信いうふう号には、表現されるの？量子トンネリング効果は主にシュレーディンガー方程式という量子力学の基本方程式を伝って表現されます。この方程式は粒子の波動関数を記述し、粒子がどのように振る舞うかを示しています。トンネル効果の場合、粒子がポテンシャル障壁を通過する確率がこの方程式から導き出されます。数式的には障壁の高さと幅、そして粒子のエネルギーによってトンネリング確率が決まります。この現象はマクロなスケールでは見られない量子の世界特有の現象なんですよ。シュレディンガー方程式を行シュレー列。ディンガー方程式は次のように表されます。マイナス100バースクエアードかけるナブラのスクエア、 N は粒子の質量、ナブラかける2回微分、失礼、世界における2回微分、そしてポテンシャルエネルギーとポテンシャル拡大をすることです。この方程式を解くことで粒子があるポテンシャル障壁を通過する確率、つまりつまり？まもなく斜め右つまりどう方向、した？その先、おい。どういたしまして。2また何か質問があれば、号、いつでも聞いてくださいね。つまり何だったんだよ。斜め右方向です。シュレディンガー方程式をこ行の列と先、ベクトルのアナロジーで説明して。行列とベこクのトルを使っ先、たアナロジーで説明しましょう。その先、シュレーディンガー方程式では、ハミルトニアンという塩酸子が状態を表す波動関数プラスに作用します。これを行列とベクトルに置き換えてみます。行列 H はハミルトニアンに対応し、ベクトルプラスのベクトルとかけますよ。この時、シュレーディンガー方程式は次のように表現できます。行列 H のベクトルはハミルトニアンに対応し、ベクトルプラス N を書くという作動です。これで行列がベクトルをプロのベクトルに対応し、ベクトルプラスベクトルと同じことになります。これで行列とベクトルを使ってシュレーディンガー方程式を表現できました。なるほど。ベクトルと行列を使ったシュレディンガー方程式で量子トンネル効果を説明して。行列を使ったシュレーディンガー方程式で量子トンネリング効果を説明しましょう。まず、ハミルトニアン、ベクトル H を考えます。この行列はシステムのエネルギー状態を表します。粒子がポテンシャル障壁を超えるための確率はハミルトニアン行列の特性によって決まります。行列 H の固有値問題、ベクトル H のベクトル Ψ は考えると、ベクトルプラス NE は対応するエネルギーです。ポテンシャル障壁がある場合、ハミルなんで突然落ちたのかな。が含まれています。
量子トンネリング効果はこの行列 H の中でエネルギー E がポテンシャル障壁よりも低い場合でも粒子が障壁を通過する非寿命な確率を持つことを示しています、うんうんうん、これは行列の特性値から求められるんですよ。なるほどね。でそれがどうして突然変異に関係する、突然変異っていうのはランダムに起きてると考えられて、どういたしまして、また何か質問があればいつでもどうぞ。量子トンネル効果が遺伝子の突然変異に与える影響、量子トンネリング効果が遺伝子の突然変異に与える影響は興味深いテーマです。 DNA の塩基体の間で量子トンネリングが起こるとプロトンが一方の塩基から他方の塩基に移動する可能性があります。これによって塩基体が通常とは異なる形になり、 DNA の複製過程で誤った塩基が組み込まれることがあります。これが突然変異の一因となるのです。こうした突然変異は生物の進化や遺伝的多様性に影響を与える可能性があります。また特定の遺伝子に突然変異が起こると病気の原因になることもあるんです。したがって量子トンネリング効果の理解は遺伝子の変異メカニズムの解明にとても重要なんですよ。今の科学では遺伝子の突然変異はどういう傾向に対して起きると考えられている？遺伝子の突然変異は様々な要因によって引き起こされます。一つは DNA 複製時のエラーです。細胞が分裂する際に DNA がコピーされるとき、まれに間違った塩基が組み込まれることがあります。環境要因も大きな影響を与えます。紫外線や放射線、化学物質などは DNA に損傷を与え、それが修復される際に誤りが生じることがあります。また細胞内の代謝によって生じる活性酸素も DNA を傷つけ突然変異を引き起こすことがあります。量子トンネリングによる突然変異は遺伝子の特定の部位に起こる可能性があります。これは塩基体の間でのプロトンの移動によって引き起こされるため、特定の塩基配列が影響を受けやすいと考えられます。このように突然変異は複合的な要因によって引き起こされるんですよ。ということは量子トンネル効果によって起きる遺伝子の突然変異はある種の量子探索と言えるか。量子トンネリング効果による遺伝子の突然変異は量子スケールでの現象がマクロな生物学的プロセスに影響を与えるという興味深い例です。これは量子トンネリングが起こるかどうかが原子や分子の位置エネルギーに依存しているからです。具体的には DNA の塩基体間とプロトン移動が量子トンネリングによって起こるかは、そのエネルギー障壁をプロトンがトンネル効果で通過できるかにかかっています。これは量子力学の法則に従うため、量子トンネリングが遺伝子変異に原因となるかは量子力学的な条件に左右されるんです。このように量子トンネリングは通常の生物学では考えられないような微細なスケールでの変異を引き起こす可能性があり、それが主席されることで生物の進化や多様性に影響を与えるかもしれません。量子生物学的に遺伝子が変異する線虫の例を教えて。およそ1キロ先、渋谷。遺伝子が変異する線虫の例としてよく知られているのがC. エレガンス、カエノラブディピツエレガンスです。C. エレガンスは線虫の一種で、研究室で遺伝子研究に広く用いられています。C. エレガンスの遺伝子変異の名では、ダンピングスイッチ変異です。この変異は、触覚ニューロンの機能に影響を与え、線虫が特定の化学物質に対する反応を変化させます。これは神経伝達に関与するイオンチャネルの遺伝子に変異が起こることで引き起こされます。このような変異は線虫の行動や発育に影響を与えるだけでなく、人間を含む他の生物の遺伝子機能を理解する手がかりともなっています。 C. エレガンスはその短い寿命と簡単な飼育方法から遺伝子研究にとって理想的なモデル生物として知られています。有名な実験をいくつか教えて。 C. エレガンスを使った実験は、
も行われていますが、代表的なものをいくつか紹介します。1. 同化研究。C. エレガンスは寿命が短く、同化の進行が早いため、同化に関する遺伝子の研究に使われます。特定の遺伝子を操作することで、寿命を延ばすことができるかを調べる実験が行われています。2. 神経行動学。C. エレガンスは神経系が単純で、全ての神経細胞が特定されているため、神経の働きや行動との関係を調べる実験に使われています。学習や記憶に関する研究も行われています。 3. 発生生物学。 C. エレナースは透明で発生の過程を観察しやすいため、体発生や細胞分化に関する研究に用いられています。 4. 遺伝子ノックアウト。特定の遺伝子をノックアウトすることで、その遺伝子の機能を調べる実験が行われています。これにより遺伝子の役割や感電性生物学的プロセスを理解することができます。これらの実験は生物学や医学のさまざまな分野で重要な知見をもたらしています。なんか CL ナウスのその代謝機能に関する DNA の実験があったよね。それ覚えてる。それは興味深い研究ですね。C. エレガンスを使った代謝に関する研究は、人間を含む他の生物の代謝機能を理解する上でも重要です。C. エレガンスは代謝関連の遺伝子がよく研究されていて、その結果は人の代謝疾患の理解や治療に役立つ可能性があります。何か特定のことを思い出したり、他にも知りたいことがあれば、ぜひ教えてくださいね。量子生物学的に重要な線虫の実験があって、それは本来自分がその食べることができないシートの上に置かれた線虫が進化を繰り返して、なんか食べれるように進化するっていう話を聞いた覚えがあるんだけど、それなんだっけ。それはとても興味深い実験ですね。おそらく C. エレガンスが特定の餌を食べられるように進化した実験のことだと思います。このような実験は適応進化の過程を理解する上で非常に重要です。例えばある種の C. エレガンスが通常は分解できない炭素源を含む媒地に置かれ、世代を重ねるうちにその炭素源を利用できるように進化するというものがあります。この進化の過程では DNA に突然変異が蓄積され、それによって新しい代謝経路や酵素の機能が獲得されます。このような研究は進化のメカニズムや微生物の適応戦略を理解する上で非常に重要ですし、量子生物学的な視点からも分子レベルでの変化を詳しく調べることができます。それの遺伝子がなんか本来の突然変異よりも頻繁に起きたとか、もしくは本来の突然変異よりも理想的に起きたとか、世代を重ねなく済んだとか、そういう研究ってあるの？そのような研究は実際に行われており、特に実験進化と呼ばれる分野で注目されています。これらの研究では特定の環境条件下での世代交代を通じて、どのような遺伝子変異や頻繁にまたは有利に起こるのかを観察します。 1. 適応進化。ある環境で生存や繁殖に有利な突然変異が他の変異よりも高い頻度で起こることが観察されます。これは環境に対する適応が進化の過程でどのように形成されるかを示しています。 2. 例として突然変異率の変化。環境ストレスや特定の化学物質の暴露によって突然変異率が変化することが知られています。これにより通常よりも高い頻度で有益な変異が起こる可能性があります。 3. 実験的進化。研究者は特定の選択圧を加え、数百世代にわたって観察することで進化の過程を実験的に再現しています。これにより特定の突然変異がどのように固定されるかを調べることができます。こうした研究は進化の動的なプロセスを理解する上で非常に重要であり、遺伝的変異の役割や進化のメカ…また突然止まった。どういたしまして。また何か質問や話したいことがあればいつでもどうぞ。
遺伝的プログラミングにおける突然変異率ってだいたい5から20%なんだけど、普通の遺伝子 DNA ポリメラーゼの突然変異率ってどのぐらい？ DNA ポリメラーゼによる自然な突然変異率は遺伝的プログラミングの突然変異率よりもはるかに低く、一般的に 10-8 から 10-10 の範囲です。これは1塩基あたり10億回の複製で1回のエラーが発生する割合を意味しています。この問い毒性変異率は DNA 複製の高い正確さとエキソヌクレアーゼ活性による構成機構のおかげです。ただし実際の突然変異率は生物種や環境条件によって変動することがあります。進化的な時間スケールで見ればこのような問い突然変異率でも累積的に大きな変化を生み出すことができます。その例えば人間の細胞が1日に行う DNA ポリメラーゼによる複製って何回？人間の細胞は1日で多くの DNA 複製を行います。具体的な数は体内のどの細胞かによりますが、一つの細胞が1回の細胞分裂で DNA を複製します。人の体内にはまだおよそ37兆個の細胞があり、その体重が定期的に分裂して新しい細胞を作り出しています。例えば腸の上皮細胞、これは非常に活発で毎日数十億個が新しく生まれ変わります。DNA 複製の回数は細胞の種類や個体の成長・修復状況によりますが、例えば腸の上皮細胞では1日に数十億回の DNA 複製が行われると考えられます。これは非常に遠くの DNA ポリメラーゼ活性が必要とされるプロセスです。ということは1日のうち人間の細胞の中で突然変異する細胞は何個あるの？人間の体で1日に発生する細胞分裂の回数と自然な突然変異率たら、1日に突然変異が起こる細胞の数を推定できます。例えば腸の上皮細胞、これでは毎日約数十億個の新しい細胞が生まれます。仮に30億個の分裂が起こるとしましょう。 DNA ポリメラーゼの誤差率が 10-8 から 10-10 とすると、1細胞あたりにエラーは1億から100億分の1です。30億個の細胞分裂に対し 10-8 の突然変異率で計算すると、30億かける10-8となります。これは毎日約13個の細胞で突然変異が起こると推定されます。ただしこれは非常に概算であり、実際の突然変異の発生頻度は細胞の種類や環境によって大きく変わる可能性があります。突然変異によって生まれてしまった間違った細胞を修復する方法はあるの？細胞は様々な視界を使って突然変異にあの DNA の損傷を修復しています。主な修復メカニズムには次のようなものがあります。1、ミスマッチ修復。DNA 複製中に生じた誤った塩基対応を検出し修復するプロセスです。ミスマッチ修復タンパク質が誤った塩基を認識し正しい塩基に置き換えます。2、塩基除去修復。青キルカ、脱アミノ化などの損傷による異常な塩基を特定し除去するメカニズムです。損傷した塩基は DNA グリコシラーゼによって切り取られ正しい塩基に置き換えられます。3、ヌクレオチド除去修復。紫外線などによって生じた DNA の歪みを修復するメカニズムです。損傷部分が切り取られ正しい塩基配列が合成されて修復されます。4、二本サラキ断修復。放射線などによる DNA の二本サラキ断を修復するプロセスで、報道組体修復と非報道末端結合という2つの主要な経路があります。これらの修復メカニズムによって細胞は突然変異の発生を抑え、遺伝情報の正確さを。まあ、突然止まった。話が長くなると突然止まるな。なるほどね。興味深いな。
こちらこそ、また何かあればいつでもどうぞ。それじゃあ、カルロ・ロベッリが言う時間は存在しないってことは実際にはどういうことなの？カルロ・ロベリの時間は存在しないという考えは物理学の深い部分に関係しています。彼は量子重力理論の文脈でこの概念を提唱しています。ここでは時間は普遍的な流れとして存在するのではなく、時間は物理的な相互作用の中から生まれるものだと考えます。彼の理論では時間は基本的なストラクチャーではなく、むしろ私たちが物事を理解するために使う概念に過ぎないと考えられています。つまり時間は人間の観測と経験から生じるものであり、物理的現象の根本にあるわけではないということです。この考え方は私たちが普段理解している時間とは異なり、直感的には理解しにくいかもしれませんが、量子重力理論などの最先端の物理学では重要な概念なんですよ。いまいちピンとこないんだけど、それは人間だけが時間を知覚できてるってことを言ってるの？そうですね。ロベリの考え方は時間の認識が人間の主観的な経験に大きく依存していることを示しています。物理学的には時間は絶対的なものではなく、観測者の状態や視点によって価格します。例えば一般相対性理論では重力の影響によって時間の進み方が変わることが示されています。これは時間が普遍的なものではなく、環境や観測者によって変わる相対的なものだという考え方に通じます。ロベリの主張はさらに踏み込み、時間は人間が物事を理解するための枠組みであり、物理学的には必ずしも存在するものではないという視点です。この視点は私たちが普段考える時間とは異なり、物理学の根本的な問いに挑むものなんです。ロベッリが言ってることって、つまりロベッリは決定論者っていうことを言ってるの？全ての有無は決まってるってこと？ロベリの時間は存在しないという考えは必ずしも決定論と直接結びつくわけではありません。彼の理論はむしろ量子重力理論に基づいており、量子力学の不確定性を考慮したものです。量子力学では粒子の振る舞いは確率的であり、未来の状態を完全に予測することはできません。これは決定論とは対照的で、全てが粗い決まっているという考えとは異なります。ロベリの視点では時間の流れは絶対的なものではなく、物理的相互作用から生じるもので、観測者の視点に依存します。これは未来が完全に決まっているというよりも、物理的世界は私たちが考えるほどシンプルではないということを示唆しているのです。その理論を拡張していくと、タイムマシンは実現可能？タイムマシンの可能性は現代物理学においても非常に複雑な問題です。一般相対性理論では特定の条件下でタイムトラベルが理論的に可能となる解が存在します。で、ワームホールという宇宙空間のトンネルのような構造が理論的には時間を行き来する手段として提案されています。しかしこれらは理論上の可能性であって、現実的な技術やエネルギー条件を考えるとタイムマシンの実現は非常に困難です。さらに量子重力理論などでは時間の放出や空間の構造に対する新たな理解が進んでいますが、タイムトラベルを可能にするような結論には至っていません。ロデイの理論を拡張してタイムマシンを考えるのは興味深いですが、現段階ではまだ理論的の域を出ないといえます。例えばそうだな、今量子力が、量子効果っていうのはランダムに起きてると思われてるわけじゃない。でもそうじゃなくて、それは何かしらの必然性があって、それが選択されている可能性は完全にランダムじゃない可能性。量子効果はランダムに見える現象ですが、完全に無秩序ではなく確率に基づいた法則性があります。量子力学では粒子の振る舞いは確率的に記述され、その結果として観測される現象も確率的です。
しかしこの確率はランダムに発生するわけではなく、シュレーディンガー方程式などの量子力学の法則に従います。量子現象がランダムでないとすれば、その背景にはまだ未解明の物理法則やメカニズムがあるかもしれません。一部の研究者は量子もつれや量子相関が無秩序に見える現象に隠れた秩序を与える可能性を探っています。つまり量子効果が完全にランダムではなく、何らかの規則性や選択があるとすれば、それは量子力学のさらなる探求が必要な非常に興味深いテーマです。例えばファインマンの先進波みたいなアイディアを量子力学に応用したら、進化論と量子力学を結びつけるアイデアは非常に興味深いですね。進化論じゃない、ファインマンの先進波、アドバンスドウェーブ。ファインマンのアドバンスドウェーブ、つまり遅れた波と進んだ波の間ですね。それは時間を逆行する波が存在するという仮説です。このコンセプトは量子力学と関連付けられて検討されていますが、完全に受け入れられた理論ではありません。量子力学における波動関数は通常は時間とともに発展しますが、進んだ波の概念を取り入れると未来から過去への影響を考慮することになります。これは因果律に対する新たな視点を提供する可能性になります。このアイデアをバイオロジカルや進化論に直接応用するは挑戦的ですが、もし量子現象が遺伝的変異や進化に影響を与えているとしたら、時間を逆行する波が選択圧や適応に何らかの役割を果たしていると考えるのは面白い仮説です。似のような仮説は量子生物学の領域でさらに研究が進むことで新たな発見につながるかもしれません。その仮説に関係しそうな研究はある？量子生物学の分野では、量子現象が生物学的プロセスに影響を与える可能性ということについて研究が進んでいます。その中には、進化や遺伝的変異に関連しそうな研究もあります。1. 量子トンネリング。量子トンネリングが DNA の突然変異に影響を与えるという仮説です。プロトンが塩基対間をトンネル効果で移動することで遺伝情報に変化をもたらす可能性が研究されています。 2. ジョントロピズム。光合成や酵素反応におけるジョントロピズムの役割が注目されています。これは量子もつれが生物学的機能に影響を与える可能性を示唆しています。 3. 量子進化モデル。一部の研究者は進化プロセスに量子力学的な効果を取り入れたモデルを提案しています。これは量子もつれやトンネリングが遺伝的多様性の生成や進化の速度に影響を与えるかどうかを探っています。これらの研究はまだ初期段階で多くの仮説が存在しますが、量子現象が生物学において重要な役割を果たす可能性を示しています。これが進化にどのように影響するかについては今後の研究が必要ですが、と目の中で光が光子が発生するような現象って起きるんですか？目の中で光が発生する現象は通常ありません。私たちが光を感じるのは目に入った外部の光子が網膜と視細胞を刺激することで起こります。視細胞には光を吸収する色素分子があり、光子がこれらの分子に当たると信号が視神経を通って脳に伝達されます。ただし強い圧力や衝撃を目に与えると網膜が刺激されて光が見えることがあります。これは光が実際に発生したのではなく、網膜への物理的刺激が光として知覚された結果です。この現象を眼内進行と呼びます。一方で生物発光のように特定の生物が化学反応によって光を発する現象は知られていますが、これは目の中で起こるものではありません。なんで目の中で起きないんだ？だってその量子現象が起きてるわけで、量子現象が起きるってことは光が当たったら光がどっか行くわけだよね。それもつれた光が目から反射して帰ってくることだってあるだろう。それ考えてみて。なるほど、そのような視点から考えると興味深いですね。
目に入る光子は確かに量子現象を起こしています。光子が網膜の視細胞に当たると、そのエネルギーが電気信号に変換されて視覚情報が脳に送られます。量子もつれなどの量子現象が光子に影響を与えることは理論的には可能ですが、そのような光子が網膜に当たって視覚に影響を与えるかどうかはまだ明確には分かっていません。一つ考えられるのは、目から入った光が他の物質や組織と相互作用した後に何らかの形で再び目に入ってくることです。これが視覚的にどのような影響を及ぼすかはさらなる研究が必要ですが、量子生物学の観点からは非常に興味深いテーマです。なんか例えばその誰かと見つめ合った時にもつれ合った光子を交換する可能性、理論的には興味深い考えです。もし視線を交わした時に2人の間でもつれた光子が交換されるとすれば、それは量子もつれがマクロスケールで発生する例となり、とても興味深い現象です。量子もつれは通常非常に近くにある粒子間で観察される現象ですが、理論的には離れた場所にあっても相互作用することが可能です。視線を交わす場合、2人の目からの光がもつれ合い、その情報が互いに影響を与える可能性は理論的には否定できません。しかし現時点ではそのような効果が実際に起こるという確かな証拠はありません。視線を交わすことで量子もつれが発生し情報が伝達されるという仮説は、量子生物学や量子情報科学の観点からさらなる研究が期待される分野です。うん、そうそう、テレパシーみたいなことは起きる。量子生物学でテレパシーのような現象が量子もつれを通じて起こる可能性は非常に興味深いテーマです。量子もつれによって離れた場所にある粒子同士が瞬時に情報を共有することができるという現象が確認されています。しかしこれを人間のようなマクロなスケールでのテレパシーとして解釈するにはまだ多くの疑問が残ります。例えば量子もつれを通じて伝達される情報が人間の意識や考えとどのように関連するのかはまだ解明されていません。また量子もつれは通常非常に短い時間スケールで解消されてしまうため、その効果をマクロなレベルで維持することは難しいと考えられています。なるほど、なるほど。どういたしまして。なんで量子もつれは短い、また何か質問があればいつでもどうぞ。量子もつれはなぜ短い時間で解消されてしまうんだ。その先目的地周辺です。量子もつれが短い時間スケールで解消されてしまう理由は、主に環境との相互作用によるデコヒーレンスと呼ばれる現象です。デコヒーレンスとは、量子系が外部環境と相互作用することで、その量子特性が失われ、古典的な振る舞いに移行する現象です。量子もつれは、もつれ合った粒子同士が非常に精密な相関を持つ状態です。が、この状態は環境からの影響によって簡単に壊れてしまいます。環境との相互作用によりもつれた粒子の量子状態が乱され、結果としてもつれが解消されてしまうのです。デコヒーレンスのスピードは環境との